ぜひ座ってやりたい場合以外は立ってやりたいんですけど、どうですか？見てもらいたい曲は本番座ってなので、うん、座ってやりたい。いやけど立ってでもいいです。じゃあ立ってください。はい。としてはアンブシアモーション、自分に合ったアンブシアモーションはどんなことかっていうのと、アンブシアモーション以外に他に対策があるのかそれもお伺いしたいのと、今回コルネットで吹くのでマウスピースがかなり深いもので、それでこう高い音をピアノでいきなり出さなきゃいけない場面の時に、トランペットでもかなりこう圧力高く息を入れたいんだけど深いがために出ないっていうような思っていて、まあ、プロだったら浅くするよね、本番の方に。出る音がやっぱ深いマウスピースが良くて、うん、音にこだわりすぎるのがちょっとアマチュアなの、ね、なんか今すごい嫌な感じが音色っていうのは個性なので、ほっといても明るい人は明るいし暗い人は暗いから、うん、響きと機能っていうのが基本的に優先させた方が結局楽しいシーンだと思うんですよ。言っとくだけ言っときますね。はい、はい、じゃあ本題に入りましょう。プロはこうだけど無茶こうみたいな言い方で一番僕嫌いなんですよ。そういう意味ではありませんので。曲の中、フレーズの中で上に上がるのはいけるんですけど、はい、うん、こういきなりピアノで上に、じゃあまずこう上がっていくところでアムシャンモーションをまずこう見ていって、はい、でアムシャンモーションを把握してちょっとこう使いやすくなったところで応用して高い音みたいな、ちょっとそういう流れですけど、こことかどうでしょうかね。ここからいきましょうか、はい、ピアニッシモはちょっと無視してもらっていいです、はい、少し吹きやすめの音量で開くにどうぞ。
だからちょっとこれをもっとピアノでやりたいんですよ、うん、もっとピアノで見てみてでも溜める力はむしろもっと強くする、ね、あ溜める力は強く漏らす度合いを減らす、ね、はいはい、やってみましょう。1、2、3、2、2、3、3、2、3、そんな感じにしておいて、これをちょっとだけ手伝います、ね、1、2、3、2、2、3、3、2、3、で今出てる音もちょっとこう絞ったような音かなって僕は思っていて、うん、でもさ普段よりいいんじゃない、うん比較して聞いてないけどで今回アンサンブルが3番で吹いてみたら、いやそうなんですよね、えいつも迷っているんですよ。ベーカン、ベーカンです。3番で吹いてみましょう。同じところ、同じ今と同じ吹き方で。1、2、3、2、2、3、3、2、3、せーの。絞ってるように聞こえるのは下のバイオが混ざりかけてる音だと思う。絞るそのきつい音なんじゃなくて割れかけてる音だと思う。だからもうちょっと思い切って左下にグッと当てるともっとピュアにねこの音が出ると思います、ね、一発だけパーの音が当たってから次の音になるでしょ、うん、ということはアンブシャーモーション的観点から言うと左下が足りてないんです、うん、okay? そう今上から入ったからいい稽古でその間ぐらいだろう、うん、3番でやるとちょっと下がるかなと思って、その分ちょっと柔らかい印象になったんだけど、ああなるほど、だからパーパーパーの代わりにドードードーって印象になりやすい、口いじんなくてもその音色感がただ下がりすぎてドードードーになるリスクもあるんだけど、セカンド吹いてて上の人の音程が落ちてきた時に3を吹く時とかに使える、うん、ハイベイがあーギリギリ当てた時に音がヒュッて変えるとか、うん、まあ1、2番か3番の方が良さそうですね。そうです、1、2番だと低すぎた、うんうん、1、2番でやってみましょう。トゥこれ以外にもできることがあるかちょっとやってみたいな。
違いなので感覚の違いにあんまり双方対応させない方がいいかもしれないですね。同じ双方で違う体験として受け取ればいい。あ、うん、ここに貸してください。違っていいから同じ原理同じ奏法でいこうと、うん、そしたらマウスピースの違いによる音色の違いが生まれるって考えた方がいいんじゃないですか。
それが自分の求めてる音色より引き出してくれるマウスピースであったり、自分がちょっと好きじゃない特徴を打ち消してくれるマウスピースであったり、それぞれ選択することになるというか、でもテイストっていうのはね、変わっていくので、自分のあのまあ数年に1回はマウスピース変えたくなることもあるだろうし、という考え方はどうですかね。いや、なんか最近すごいいろんな楽器を吹いていて、それごとにこの楽器はこう吹こう、この楽器はこう吹こうって考えてると、ちょっといっぱいいっぱいになってきたのもあって、全部もう同じ吹き方で、同じ感覚じゃなくて同じ吹き方、で感覚が違うのはそれはもちろんのことですよね。そうなんです、楽器が違う、そうなんですよ、そういうことですね。でも僕は毎日4日連続でも持ち替えやったら違和感感じなくなる、その、まあ、違和感だった感じてた場所、違和感に感じてた感覚がする場所に好んで当てて、ここだって思うようになると、そこがうまくいく場所だから、そこだって、でそこに当てたくなるというかね。でも、当ててる場所が違うっていう感覚は多分取れないと、どっちかを基準にしてる限り、ただ、おそらく場所は一緒だろうと思います。違うのかもしれない。アムシャンモーションは一人の人だったらどの楽器吹いても、チューバ吹いてもホルン吹いても一緒です。左下、右上、そこは変わりません。そこはやっぱりこれが合っているんですね。左下が合ってる。それ以外ではほぼ吹けないと。ああ。やってみる。吹けないやつ。やっていいです。やると面白いの。やるけど。やるだけ面白い。何番目でしたっけ？ 3番目です。 3番目です。いい曲ですね。たぶんしんどいですね。いい曲やこれもきついんですね。やることはさっきと同じですね。でも、一個一個のアンブシャンモーションすごく意識的に、能動的にやったら、えいって左下にやりやすくなるかもしれない。ちょっとここから、結構、ここのことは意識、濃厚に考えて実行しながらちょっとやってみましょう。はい、出すっていう練習を全然ダメでした。
混ざってるんだよね。曲で機能するって方よくありますので、うん、その音だけは当てると、そう、完璧に、本当に完璧に、うん、プッて、そのすっごく精密なところまでこだわるってことですね。たーゲーだけ、精密に純粋にその音を鳴らせてたかどうかの話だった、うん、ちょっと1個下か1個上のバイオンが混ざった、一瞬混ざったのを汚いって感じで、音色じゃないんですね、うんうんうん、中学生なんか残酷よ、全部まとめて汚いって言うからですそれでみんな傷ついてくる、ね、子供ってあれですよね、鞘に収めない日本刀でズボズボ切り合いますメンタル強いあと今やったのはこう下げるのと、ちょっと前かがみになるのと、それ以外って何かないですか？あともう一個あるとしたら、腕の使い方かな、胴体の使い方やるでしょ、はい、ちょっと楽器を下ろしてください。で、腕伸ばしきって、で、マウスピースを口に持っていくときに、はい、ここからね、こういう腕の動かし方の方向ですね、腕自体の前に行く、両腕する、ちょっと最後、マウスピースがこの辺まで行って、ここに上げるときに肘を曲げた後で使うと、肘曲げたり、その次に、あ、ちょっと、肘曲げて、両方持って、ここまで、この先、マウスピースを口に持ってくるときに、そうです、はい、吹いてみて、
を動かす、うん、それが肩甲骨ですね。肩甲骨固定しとくよ、腕だけ動かしてください。そういうことです。力下げて、これを動いてない、ボキちょっと楽器を置いてください、はい、で、こうしてください、はい、電車ごとここの関節を前に動かしたらこうなります。その動きです、はい、で、ここの関節を動かしたらこうなります。後ろに動かしたら手の上下の動きが目立つけど、動いてる関節はここの前後なんですね。で、似て非なる動きがこれです。これは鎖骨肩甲骨五体、これも別の動きであって、より悪い動きだとか不必要な動きじゃなくて、よくこれも教える場面があります。この動きをやった方がいいと思います。今のこの話はここの肘を曲げてなかったらこの動きになります。そうそう、肘を曲げてあったらこの動きになります。そうすると手が上がるでしょ。はい、だからマウスピースが口の方にやってくるわけです。じゃあバナナを持ってると思って、自分がお猿さんだと思ってください。肘も肩も動かしてはいけませんってなったら、こうやって食べたくなりますね。ちょっとやってみて、届かない。見ないで、見ないで。猿の気持ちになってください。食べたいね。じゃあ教えてあげます。猿に、あなた肘関節ついてるよ、肘曲げてごらん、あ近い、 この辺まで来てますね。だからそれちょっとも食べれるけど、そしたらね首ボキってやっちゃうんです。もう一個なんか必要ですね。そこで登場、ここあ来たって口にも入ったでしょ、かなりボンって当たる。楽器手に持ってここまで、肘、そう、あ、これ口に来た、うん、ラスト、ピーラ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 ー、1、2、せーの、はい、ありがとうございました。